平岡哲也大正8年6月20日は、明治時代に活躍した、日本聖功会の死八百8 8 3年第3回、全国キリスト神と大神木会の幹部の記念写真、牧岡は、前から2列目の左から3人目越後国よいたで、長岡藩の四波見よいた藩の武術師団の家に生まれる。その後、僕をかけ、養子になる。1876年に、 新潟で伝道していた PK ファイソンから洗礼を受ける。洗礼を受けた後、検診を決意して、ファイソンの経営してた、貧民学校の仕事を手伝う。1883年に上京して、東京府銀座一丁目にある、大衛星書会社の管理をしながら、月地期パウロ協会を担当する。上京して間もない5月には、第3回全国キリスト教信徒大親睦会に、 幹部として参加する。1883年より、築地清パウロ協会は、牧岡を仮牧師として、自給を行う日本最初の自給協会になる。その後、牧岡は徳島、大阪、中国地方で牧会をする。1890年3月2日には出自に、1891年12月20日に、被災の安守礼を受ける。晩年は、 名古屋に住み中部地区の言動として活躍する。1911年1月1日に中部地方軍が成立した時は創立委員長として活動する。名古屋では電動の鬼と言われた。ありがとうございます。